さて、うまく動いてくれるでしょうかね。お前は彼らを買っているのだろう、ロシ君。ええ。まあ、諸葛亮の腹の底までは知れたものではありません。ならば、私も信じよう。劉備たちを買うお前を。しかし、東南の風を待って水上で駆けか。まさに健康に一滴だ。あ、シュユ、ロシ君。もう軍議終わったの？ねえ、劉備軍と軍議だったんでしょ？はい。ですが、向こうは軍師の諸葛亮だけでした。なんだ、劉玄徳様、どんな人かと楽しみにしてたのに。我らの治癒を倒す。我ら。私に勝てるつもりか。なんと。私を慌てさせると、少しは認めてやろう。生涯現役やないでか。ここでついるか。今よりここを死守する。急死宝の恐ろしさを見せてやれ。よし、敵の攻撃が収まってきたか。この戦線は一段落。屈したようだな。伝令、南からの曹操軍が襲来しました。ふん、核の指示も杞憂ではなさそうだ。怪しいところを徹底的に叩いていくぞ。まずい、我らの策を潰す気だ。家庭に必要なものを壊させてはならん。ロシクと姫は飛行して劉備たちの援護。郊外と関東は家庭戦を死守せよ。
あれでは家計戦が進むのも邪魔だろう。進めてしまうしかないぞ。よざけ、おい、あの高台に宝石を据える。一発ぶちかましてやるわ。家計戦はわしらの策の要よ。敵に奪われんようにせんとな。目標今日は決まった。いざ援軍開始。そろか、行くぞ。おお、私の危機を察してきてくれたか。世話をかけるな。よくやってくれた。
上で武を競わん。我々の勝利だ。皆、愛我に勝ち時を響かせるのだ。